中年オタッキーです。今日はね、非常にちょっと賑やかな場所でね、撮影してるんですけども、これね、サービスエリアなんですが、目の前にね、道路がちょっとあって、ビュンビュンね、車が走ってるのが見えるんですけども、まあ、どうしようもないんですけどね。でね、今日動画を始める前、ちょっと前置きということなんですけども、中年オタッキーは東京オフを開催することになってるんですけどもね、その時にね、立ち寄るカメラの山屋さんでね、撮影することになってるんですが、その山屋さんがね、イベント開催をね、やっておりますね。これ、11月6日から28日までね、写真展。のことです。告知をちょっとしていこうと思いますね。期間中に展示作品をご利用になる方は、店内のドリンクバー300円をご利用くださいということなんですが、モノクロパッセージというね、イベントを開催するようです。おなじみのドリームロコモーティブ様の作品などもね、展示されておりますのでね、今ちょっと表示出しておりますが、これね、6日から、28日までですね、11月。でね、期間中に、中年オタッキーチャンネル登録してますというふうに、受付かな、で言うとね、10名様限定ですけどね、これプリント、作品をプリントしているものがもらえるのかな。ドリームロコモーティブ様が、展示している作品のうち5点をセットにしたオリジナルプリントをね、先着10名の方に中年オタッキーチャンネル登録してるよってことをね、お伝えいただければね、いただけるっていうことになってるんでね。まあ、果たして10人来るかどうか。まあ、微妙なところではありますけどね。じゃあ、ぜひ、訪問してね。店内のね、カフェスペースがありますので、写真とかを見ながらゆっくりね、カフェがあって、利用できるということになっております。ドリンクバーなんでね、いくらでも飲めると思うんで、いくらでも飲む人もなかなかいないだろうけど。まあ、そんなわけでね、今日の動画始めてまいります。今日の動画はね、このね、カメラ2台。よいしょ。まあ、どちらも重たいカメラなんですけどね、これニコン F4 とキャノン EOS1 ですね。ニコン F4 が1988年、キャノン EOS1 が1989年発売のカメラになってますが、この2台を紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい。まずこのニコン F4 から紹介しますかね。まあ、発売は1988年ということで、価格は22万6千円っていうふうに出てるんですけど、F4S になると24万円になるのかな。ちょっとね、はっきりした資料が出てこなかったんですが、F4 は22万6千円だったみたいですね。シャッター速度は最速で8000分の1秒ということでね、シャッター速度、X 同調ね、フラッシュ同調は250分の1ということですね。マルチパターン速攻で、AE、まあ、すべてのモードの AE を搭載してましてね、非常に連射も速いものになっておるんですが、まあ、外装がプラスチックになったということで、結構賛否はあったみたいですね。で、まあ、フル電子カメラでね、非常にね、露出制御とかも秀逸になっておりますし、まあ、ニコンのね、F マウントの、まあ、ちゃんと売られたフラッグシップカメラとしては初めての AF カメラになるんですね。ちょっと今 AF 切ってるか。よっと。これね、酷評される AF ですが、静止物でね、しっかりしてね、したコントラストの被写体にはね、結構ね、これ今夜ですけど、ピントを合わせることができますね。で、特徴的なのはね、まあ、ファインダーが外れる構造を継続したということですね。これが、まあ、EOS と違うところですね。どうやって外すんだったっけ？はい、このファインダーの隅っこにあるこの小さいレバーをね、こうグッと押しながら、ファインダーを後ろにずらすと、ファインダーが、外れるんですね。こういう構造になっております。電子設定もいっぱいついておりましてね、まあ、電子化が進んだカメラというのがよくわかりますね。よいしょ。非常にね、重たいカメラになる。1キロ超えということでね、まあ、電池もね6本入っておりますしね、まあ、重たいのはまあ仕方ない部分があるんですけどもね、操作系はね、まあ、古めかしいものになっております。全部ダイヤル式なんですね。まあ、これがね、今となっては値打ちがあるかなと僕は思っております。
はい、まあ、ちょっと早々にね、ニコン F4 を紹介しました。今度は EOS One ですね。1989年に発売した。1年遅れで発売したということ。もうね、この辺はね、キャノンがうまいところでね、後出しじゃんけんという感じなんですけども、まあ、ニコンはね、オリンピックに間に合わせたんですね。1988年、ソウルオリンピックかな。その1年遅れで発売したときオリンピックイヤーに間に合わなかった EOS One ですね。価格はね、18万8000円ということでね、ニコン F4 よりかなり安いと。この EOS One HS になったら22万いくらだったかな。ニコン F4 のノーマルと EOS One HS が、同じぐらいの価格になったみたいですね。で、シャッター速度はね、最速で8000分の1秒、シンクロ同調250分の1秒ということで、この辺のスペックは一緒です。電子カメラということでね、すべての撮影モードも使えるということで、ここも大体同じですね。で、秀逸なのが AF です。AF がね、非常に速いです。ほんとね。これね、世界初のクロスベシス、クロスセンサーを採用してね、コントラストが比較的低いものや、横線のね、コントラストのものにも、ピントが合わせやすいというね、カメラになってますね。この2台のカメラ、ね、販売的には EOS One が伸ばしたんですね。F4 は、販売的には伸びなかった。負けてしまったんですけども、なんでそうなってしまったのかということですね。まず EOS One はね、ちょっと操作系が斬新でまず驚かれたっていうのが最初にありました。で、結構ね、最初は批判を浴びたんですけど、使ってみるとこれがすごく使いやすくてね、販売を伸ばした一因になってると思います。あとね、オートフォーカスがやはり断然性能差があったと。これはね、もう仕方ないと思いますね。1988年オリンピックに合わせて出した F4、その1年後に出した EOS One。これね、多分ね、僕の予想なんですけどね、88年時点では、F4 の性能は抜群だったと思います。多分ですけどね。で、その EOS One はね、その88年時点の半導体の性能ではおそらく EOS One を目標とする性能は無理だということで1年伸ばしたんじゃないかなと僕は思ってますけどね。結果的に89年の発売になって、まあ後出しじゃんけんになってるんですけどね。で、 F4 もね、そのバージョンアップすればよかったんじゃないかなと思いますけど、最近はよくありますけどね、ちょっとバージョンアップして出すとかね、そういうカメラにすればよかったんじゃないかなと思います。でね、販売的にね、キャノンが伸ばしていてですね、差が開いているところに決定的なね、事件っていうかね、事象が起こるんですけどね、これが湾岸戦争なんですね。湾岸戦争で、まあプロカメラマンはね、たくさん行ったわけですよ。アメリカが初めて中東で戦争するぞと、そらっと注目を集めますよね。で、カメラマンもたくさん行くんですけど、ここでニコンの F4 が壊れまくったんですね。EOS One も、まあ、壊れたことは壊れたでしょうけどね、はるかに F4 の方が壊れて、EOS One の方が堅牢だったんです。これなぜか。砂漠で、行われた戦争だったんですね。砂漠の砂っていうのは砂浜の砂と全く違うんですね。砂浜の砂はね、日本の砂浜の砂っていうのは雨とかその、あれで流されて、小さい粒子のものはね、海に流されて、ね、砂、大きい粒子のものが比較的大きいものが残るんですけど、砂漠って水がほとんどありませんから、小さいね、ものすごく小さい粒子の、ね、砂がね、砂塵を巻き上げるような状況になるんですね。で、ニコン F4 の構造はというと、ファインダーが外れる、ダイヤルがある、で、AI 連動爪が外についている、絞り連動爪ね、ということでね、これ砂塵に弱い防塵ができてないということで、このね、動作系が、よく壊れたんでしょうね。僕もね、はっきりは分かんないんですよ。どんなトラブルが出たかっていうね、データにはちょっとたどり着けなかったんですけどもね、まあ、構造的に見たらね、まあ壊れるだろうなっていうのはね、まあ分かります。で、EOS One、対する EOS One はというと、防塵防滴構造だったんですね。ここで大きな差をつけた EOS One、報道系のカメラマンにも一気に、流れてしまうんですね。ニコンはね、報道カメラ
としてのシェア1位だったのはニコン F3 で終わったということですね。 F4 で負けて以降はもう EOS に先を越されてしまっているという状況になります。どちらもね、素晴らしいカメラであることには間違いがないです。確かに AF の性能はね、EOS がちょっと上回っておりますが、カメラとしてのね、基本性能はね、まあ五分五分というよりね、シャッターのダイレクト感とかは F4 のが上な部分もあります。ボタンのね、なんていうんですか、感触とかね、 F4 使いにくい部分もあります。例えばね、このセレクトダイヤルですね、これね、電源ボタンを兼ねてるんですが、これはね、ロック解除ボタンを押しながら回さなきゃいけないんですね。で、これロックの状態からシングル、コンティニュアス H、コンティニュアス L、コンティニュアス S、セルフタイマーとね、これね、もういちいち一回一回ボタンを押す、すごくこれがめんどくさいです。まあプログラムとかね、モード切り替えボタンは簡単ですけども、露出補正ダイヤルもね、結構回しにくいものなんですね。シャッタースピードダイヤルはね、もう慣れたものになりますけどね。EX コードでオートにもできますし、アイスを手動感度もまあできるんですけど、まあマニュアル的なね、このダイヤルということでね。まあ操作性としてはね、洗練された EOS One には若干劣るんですね。これね、露出補正もね、この背面でね、もう簡単に使えますしね。メイン電子ダイヤルとサブ電子ダイヤル、この二つがね、組み合わさってね、EOS One はね、すごく操作性が良い。で、その操作性が抜群に良かった証拠に、未だにね、EOS One これと全く同じ操作、ほぼ同じ操作系なんですね。もう30年も続いてると、30年以上続いてる。それだけ先進的なものをキャノンは作ってしまったんですね。まあ、冒険心の塊みたいなね、操作系だと思います。でね、現状ね、どちらを選ぶかっていうのはね、まあ、いろんな考え方がありますが、キャノンのね、デジタルカメラを使用している、特にフルサイズのね、カメラを持っている人はもうね、もう文句なく EOS One になっていくと思いますね。レンズがそのまま使えるんでね。この1988年のね、カメラに、現状のデジタルがね、何の違和感もなくそのまま使えちゃうと EF レンズ、もう本当に何の制約もなく使えるんで、そこはね、ズバ抜けていると思います。ただニコン F4 の場合はね、今こそ F4 の時代だと僕は考えています。どういうことかっつうと、ニコンってね、もう F マウント、長い長い歴史を持つ F マウントなんですが、これがね、電子化、完全絞り、電子絞りの、モデル E だったかな、以外は、ほぼ全部使えるんですね。もうこれはすごいと思うんですね。まあ、前回のね、動画でも言いましたけど、こんだけたくさんのレンズに対応しているね、ニコンの F マウント機は、DF と F4 しかないんです。この2台だけなんですね。これはね、本当に値打ちがあると思います。特にね、昨今はね、オールドレンズのブームでもありますしね、F マウントのレンズをね、使いこなすのであれば、もう絶対にニコン F4 いいと思いますね。で、この洗練されてないという操作系もね、今となってはね、撮影を楽しむという、部分で本当にいいものになってます。DF がね、DF とかね、ZFC がね、人気でね、特に ZFC なんかもう爆発的に売れてますけども、撮影を楽しむと、そういう意味ではね、こういうね、配置のカメラは本当にいいと思います。で、マニュアルフォーカスでね、のレンズをつけて使う場合ね、まあ、ピントが合わせにくいんじゃないかとか、いろいろ、こういうプリズムね、真ん中のプリズムがないんで、スプリットマイクロとかないんでね、合わせにくいんじゃないかとか、これファインダーがクソほど明るいんですね。むちゃくちゃに明るいです。もうあのね、ニュー F1、F3 の比べて、1.4 倍の明るさで、ニコン F 初代に比べると2倍近い明るさになってるんですね。これはすごい、ファインダーになっておりますね。ニュークリアマットファインダーだったかな。EOS One はそれに比べるとね、そこまでね、明るくなくて、ニュー F1 と同じぐらいのファインダーの明るさになっております。データで見ると 1.0 倍になってましたんで、ほぼニュー F1 と、同じ明るさのファインダーになってるみたいですね。カメラの洗練度はね、確かに EOS One が
上だったんです。で、現実にね、たくさん売れたと。ニコンのね、フラッグシップカメラをキャノンが初めて上回ったカメラになったわけなんですけどもね、今選ぶのだったら F4 全然ありなんじゃないかと思いますね。で、残念ながら F4 はね、トラブルが多いカメラにっていうのはもう有名なところではあります。電子的に壊れる部分がどうしてもあるね。まあ、そこはね、まあ、古いカメラ、電子カメラということで仕方ない部分もありますね。 EOS1 はというとね、 EOS1 はね、シャッターのね、レリーズが切れなくなるトラブルも結構出ております。これはね、レリーズなんで電極を清掃することで、治るっていうね、話もありますがね、特に EOS1N とかに多いのかな、あれ。まあ、叩いて治ったりするというパターンもなんか、あるらしいですがね。まあ、共に古いカメラ、電子カメラなのでトラブルは多少はあると思いますね。ただね、今でもね、その、フラッグシップカメラ、特にね、電子フラッグシップカメラ、比較的安い値段で買えるんで、まあ、選ぶっていうのはあれだと思います。特に EOS1 の方はね、ものすごく安いんでね。これ、こんだけ綺麗な個体で、即決5500円で EOS1HS がね、入手できましたんでね。まあ、どちらを選ぶかはね、その人の環境次第、F マウントのレンズをたくさん持ってるんだったらもう文句なく2号 F4 ですし、現状のね、その、フルサイズの EF レンズの、デジタルカメラを持ってる方だったら文句なく EOS1 になっていくでしょう。まあ、どちらもいいカメラであることは間違いないですし、現状でね、選ぶんだったら甲乙つけがたいものだと思います。撮る楽しさ的には F4 が上だと思います。僕はね、だから最近ね、F4 をよく使ってますし、で、そのフレキシブルに撮影できる、楽に撮影できるという意味ではね、やっぱ僕は特に EOS ユーザーなんで、慣れているということもありますし、先進的な操作性を持っているということで、そこは EOS1 に運命が上がるかなっていう感じですね。はい、今日の動画ね、ちょっとね、どちらのファンもまた煮え切らないものになるんでしょうけど、どっちが上だよって話なんですけど、結局もう人によりけりなんですね、これはね。まあ当時の現役時代の話はね、まあ、その砂漠でね、ニコン F4 が壊れたとか、まあそういう話はありますけど、こう日本に砂漠はないですし、で、DF とかでね、未だに DF も、DF 今売ってないのかな？未だに欲しい欲しいって言った方たくさんおられますけどね、もうこれはね、フィルム DF と言っても過言じゃないと思うんですね。フィルム的なね、立場の DF だと思うんでね。持ってない方はね、もうぜひ一度使ってみてくださいって感じですね。本当にこのカメラ楽しいですよ。ちょっと重いですけどね。その重いのは EOS1 も同じなんですけど。まあ F マウントのレンズをね、ほとんど全て使えるという意味ではね、本当に価値があるカメラだと思います。フラッグシップカメラね。まあニコン F4 はね、2万円台後半ぐらいになってくるのかな。で、EOS1 の方はね、あんまりカメラ屋さんにはもう置いてないと思いますね。売れないんで。ヤフオクとかメルカリとかの方がね、見つけやすいものになっていくと思います。で、結構ね、両極端、このどちらのカメラもそうなんですけど、両極端なんですよね。もうボロボロかピカピカかどっちかですね。中途半端なものはあまりないと思います。それも理由はまあもう簡単な話ですね。プロが使ったかアマチュアが使ったかってあったですね。で、プロが使ったらもうね、1年ぐらいでボロボロになるんですよ、カメラってね。で、アマチュアさんはね、大事に使いますからね、コンディションがね、もう両極端になっていくんですね。初心者用とか中級者用のカメラはね、まあ古いものでも比較的ピカピカなやつが多いんですけど、まあプロが使ったやつは大体ボロボロになってます。ボロボロになっててもメンテナンスをすればまあ使えることは使えるんでしょうけど、まあどちらも電子カメラですしね、メンテナンスに関してはもうちょっと苦しいものがあると思いますね。はい、今日の動画はこんな感じなんですけどね、そんなに高いものじゃないですね。まあ、デジタルカメラに比べるとね、F4 でもね、まあ3万円を切るような価格で買えますし、EOS1 なんかでも腐るほど安い値段であるんでね。で、どちらもね、単三電池が使用できます。これ EOS1 の場合は HS ですけどね。EOS1 ノーマルの場合はね、2CR5 っていう高い電池が必要になるので注意が必要です。で、F4 はって言ったらね、どのモデルでも単三電池が使用可能じゃな、なんじゃないかな。F4 でも F4S でも単三電池使用可能ですし、ダイソーのね、100均の、単三電池、充電式の単三電池とかをね、使ったらね、液漏れのリスクも少なくて安くて、まあ、使い勝手もいいんじゃないでしょうかね。はい、こんな感じになってまいります。でね、F4 で写真撮ってきたんですけどもね、現像液の配合を間違ったかなんかでね、
普通の時間で現像した粒子荒々のアンダー写真ばっかりになっちゃったんですよ。もうね、バタバタしてるんで、最近失敗が多いんでね、もう本当にね、もうがっかりだったんですけどね、本当はね、ピント合わせとかのね、レスポンスとかをね、比較する写真とかね、出したかったんですけどね。まあ、ちなみにね、ピントの精度、使いやすさってね、やっぱり EOS One のが上でね、風に揺れてるススキを撮ったんですけど、EOS One の方はね、どんな、ピントのモードね、AI サーボ AF とかね、ワンショットとかね、まあ、いろいろあるんですけど、どのモードでもね、スパスパッとピントが合いました。で、F4 の方はね、とうとうピント合照することができなかったです。結局マニュアルフォーカスで撮りましたね。動いてるものをね、ピント合わせはちょっと苦労する、ニコン F4 なんですが、実はね、ここにはからくりがありまして、ね、F4 はね、完璧にピントが合わないと画像マーク出さないんですね。で、それに比べるとね、EOS One は実はね、ちょっとファジーなんですよ。多少はね、その被写界深度、絞りが入ってなんとかなるだろうと。とりあえずシャッター切れや、みたいな、ノリの設計だったみたいです。だからよくね、ピントがスパスパ合うから EOS One の方が上っていうね、人もいますが、実はね、ピントの合照精度はニコン F4 の方が上だったんですね。だから、ちゃんとシャッター切れたら、ドンピシャジャスピンの F4 と、シャッターは切れるけど微妙に甘い EOS One とか、まあ、そんな感じになっていくんだと思います。でも現実には絞りをちょっと絞るんで、まあ、EOS One でもまあいいのかなということになる、被写界深度があるんでね、そういうことになってくるんだと思いますね。この辺がね、もう設計思想の完全な違いでね、やっぱこの辺はニコンはね、職人さんのメーカーだなっていうことがよくわかりますね、この辺がね。そんなわけでちょっと今日の動画ね、長くなりました。語り出すとこれキリがないと思います。で、あとはもう皆様のね、皆様で語っていただければと思いますね。まあ、どっちが上か、ニコンとキャノンのバトルはまあ永久に続いていくとは思いますがね、まあ答えはなかなか出ないものだと思います。まあ要は使う人次第ということですね。はい、今日の動画はこんな感じですね。ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッター、アキジュンさんですね。中年オタキさん、こんばんは。キャノン F1 で撮影した写真を2枚投稿します。季節が少しずれてますが、ご覧ください。まあ、季節がずれるのはね、フィルムカメラあるあるなんですけどね。1枚目、狙って玉ボケ。2枚目がね、庭に咲く花よということですね。カメラに、キャノン F1、レンズ FD100mmF2.8SSC。フィルムコダックゴールド200ということですね。どちらも8月の夕方頃に撮影しました。なぜか夕方が多かった。今またもう一台の F1N にフィルム入れて撮影始めました。でも青森はコロナが落ち着かず、紅葉の名所巡り行けませんね。タイトル画面も紅葉を参考に山でも、タイトル画面の紅葉参考に山でも行きますってことですね。で、作品なんですけどもね、夕方に撮ったということは光は控えめなんですが、ちょっとね、ソフトフォーカス的な写真になっておりますね。これちょっと印象的なんだけど、コントラストはやや低め。2枚目はそうですけど、光がないということですけども、2枚目は特にもう一段ぐらい絞ってもよかったんじゃないかなということですけど、まあちょっと光的に苦しいか、夕方だもんな。難しいところです。ちょっとスクエア写真になってますけど、もしかしたらインスタグラムかなんかにも投稿された写真なのかなって思いますね。はい、アキジュンさんありがとうございます。次はデジロイドさんから2枚ですね。お仕事お疲れ様です。飲み会参加できずにすみません。ちなみにお酒は飲みません。それ飲み会は参加無理だよな。1枚目がね、バーが形で、バラが感じですけど、ソニーアルファ700、ミノルタ AF50mm マクロ 2.8、2枚目はね、一人で歩くにはもったいない。カメラ富士ファインピックス3プロ、ニコン AF35mmF2D ですね。おたきさんがいつも写真を撮る際に気をつける構図と水平を意識していました。よろしくお願いします。ということで、写真なんですけど、1枚目。光はないんですけども、これはなかなか印象的に映ってる。解像度もバッチリですね。いい色が出ておりますね。さすが、ミノルタのレンズということですね。でね、2枚目なんですけど、2枚目これね、
ハイピックスでね、この改造感はなかなかと思いますね。これなかなかですね、色の方はね、まあ落ち着いた色調になっております。ベルビアモードということなんですが、まあ、光がそこまでないということで、ベルビアモードでこの発色かなと思います。曇りにしてはかなりの、高彩度だと思いますね。はい、デジロデさんありがとうございます。次はね、高滝さんの投稿ですね。タイトル、千葉橋とタヌキというですね、中南おたけさんの皆様、こんにちは、こんばんは。二重像が極めて薄いヤシカミニスターで、悪戦苦闘しながら撮影しました。同様、あんた方どこさで有名な千葉橋付近の郵便局のポストの上のタヌキ像です。ちなみに千葉山は存在しませんということですね。カメラ、ヤシカミニスター初代、フィルム富士、コダックカラープラス200という作品なんですけどもね。これはなかなかね、これ服着てるのか。マスクをつけてますね。まあ、千葉橋のタヌキということでね。まあ、千葉山どっこさっていうね、歌なんですけども、肥後どっこさ、熊本、熊本のね、民謡なんですけどもね、まあ、熊本弁はね、うちのおふくろがね、肥後弁結構喋るんでね、一応喋れなくもないんですけどね、ちょっとね、ちょっと考えないと出てこないです。これなかなか面白い被写体になっておりますね。高滝さんありがとうございます。次がね、ヒデさんですね。ヒデさんの作品。ハンドルネームヒデさんです。中年オタッキーさん、こんばんは。毎回とても楽しく拝見させていただいております。9月26日の動画で拝見し、10年前に1000円で買った未使用のカメラを引っ張り出しました。新しいカメラがよく映るのは当たり前で、1955年製のカメラでえいやという思いでした。夕方の薄日の中、 F8 固定シャッタースピード60から125で撮影しました。カメラペトリ 35F2.8 レンズ AC オリコール45mmF2.8、フィルムシーガル100、36mm、モノクロというですね。作品名は組写真で公園に出てお願いします。よろしくお願いしますということなんですけどね。フィルムはシーガルということでね、ややコントラスト低め、柔らかめの、会長なんですけど、これよく映ってますね、レンズ。オリコールはオリコールじゃないとか、なんか、オリコールじゃないとかいうね、あれ、評判がありましたが、全然いいですね。2枚目はほんのりアンダーなんてるんですが、それでもまあいい写りだな、これなかなかのいい写り。3枚目はもうちょっと光が欲しかったかなっていう感じですかね。1枚目の写真が非常に良いですね。はい、ヒデさんさんありがとうございます。ありがとうございます。次がね、のりかずさんですね。のりかずさんの作品、お疲れ様です。ロモグラフィー R グレーの現像上がってきましたので投稿します。最初自家現像ではうまくいかずコントラストが出ませんでしたが、行きつけの写真展で調べてもらったところ、ロモグラフィー R グレーは専用プロセスがあるらしく、少し高くなるがそれでもやってもらうことにしました。1枚目はね、ミセゾーっていうかな、これ2枚目が月を渡る橋カメラ、1枚目ニコンニュー FM2、2枚目がね、ニコン FG レンズは共通、ズームニコール357F3.3 から 4.5 フィルムロモグラフィー R グレー100、よろしくお願いしますということですね。このレン、写真なんですけども、このレンズ本当にすごいですね。バリバリ改造してます。半端じゃないですね。やっぱ改造感バッチリってことですね。R グレーね、100なんですけどね、僕使ったことがないんですが、コントラスト的にはね、ちょっと高め、ラジチュードちょっと狭めかなって感じですね。特に2枚目の写真でよくわかるんですけどね、黒の部分が潰れておりますが、ラジチュードはやや低め、流浄感はほどほどの感じになるのかな。解像感は、いいですね。まあ、レンズと合わせて解像感かなりのものになると思います。はい、のりかさんありがとうございます。で、ここからはね、ちょっと俺のカメラやったやっちまったコーナーは投稿がなくてお休み、教えておたっきーさんのコーナーになってまいります。教えておたっきーさんのコーナーです。今日はキャラブキさんの教えておたっきー、
こんばんは、教えてオタッキーさんのコーナーに投稿させてください。先日ハードオフにて1977年が起源のブロニーフィルムネオパン SS とネオパン F が格安であったので、物は試しに購入してみました。しかし果たしてこのフィルムは使えるのか、またお店で現像してもらえるのかなと家に帰宅してから不安になってきました。教えていただけたら幸いです、よろしくお願いします、ということなんですけど、さすがにちょっと古いな。77年ということはもう44年前、ともう半世紀近く前になってるんですが、出たとこ勝負だと思いますね。お店ではね、増刊現像をお願いするとなんとかなるんじゃないかなと思う。ちょっと割高にはなりますが、まあネオパン SS の場合だと ISO50 ぐらいで撮影して一段増刊現像とか、そんな感じになってくると思います。もうさすがに古すぎてね、粒子が荒れるか割れるか、まあ袋に入ってるから割れるってことはないと思うけどね、ここまでね、古いフィルムパッケージもんで使ったことがないんですね。40年ぐらい前のね、トライ X だったら使ったことあるんですけど、それはね、3段プラスで3段プラス現像でようやく絵が出ました。これは保管状況が悪かったっていう可能性もあるんですけどね、古いフィルムっていうのはね、保管状況で状態がものすごく変わります。モノクロは比較的強いので、とりあえずね、プラス2段ぐらいで撮ってプラス1段現像で1本出してみては、もうね、トライアンドエラーしかないです。で、現像していただけるかどうかっていうのはね、もうお店によります。これは難しいところですね。まあお店によってはできないところもあるかもしれないですね。はい、今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。今日の、ね、動画はね、この EOS1 とね、ニコン F4 の比較になりました。で、本編中でも言いましたが、1年の差でね、そんなに AF って変わるのって話なんですけどね、本当に半導体の技術の進化ってものすごい勢いなんですよ。1年で全然違います。でね、今日ちょっと持ってきてるんですけど、よいしょ、これはね、α9XI で1992年に発売されたカメラです。まあ、EOS1 が登場してからね、3年後のカメラなんですが、これがね、もうオートフォーカスがめちゃくちゃ優れてますね。胴体にも合うしね。でね、4点即挙なんですね。ワイドエリア制御ということでね、もう非常に AF が進化しています。EOS1 からね、3年でここまで AF が進化してるんですね。で、驚くのが価格です。これね、14万8000円だったんですよ。当時のね、物価が考えるとね、物価はね、1989年と92年でそんなには変わってないです。だからね、物価が安くなって、半導体が安くなったんですね。高性能化してさらに価格が安くなってるということで、シャッターのね、制御とかも1万2000分の人があって、決して安いものは使ってないです。そんなわけでね、もう技術のね、進み方っていうのはね、特にね、この時代はね、オートフォーカスカメラのね、技術革新というのはね、もう1年1年でめちゃくちゃに変わっていったんですね。だから EOS1 とニコン F4 はね、実質違う世代のカメラといっても過言ではないのかもしれません。まあ難しいところではありますがね。まあチャンスがあればこの α9XI とこの2台を比較する動画も作っていきたいところですが、これはもう完全に世代が違うと言っても過言じゃないですかね。で、ニコン F4 はね、96年に、生産が終わりましたんですが、EOS1 の方はというと95年に EOS1N にバトンタッチするんですね。ここはね、素早いバトンタッチでさらにリードを広げるぞっていうね、キャノンの思惑が見えますね。勢いがついたキャノン、現在でもそのニコンがキャノンを上回ることはないんですけど、ね、試合的にはね。でも撮影のね、ダイレクト感とか、カメラ自体の基本性能っていうのはね、ニコンの方が上の部分も全然多いんですね。全体的に言うとね。まあ、EOS もね、頑張って作ってはおりますがね、シャッターフィーリングとかはやっぱりね、ニコンの方が上で、これはもうニコンのカメラ使ったことない僕はね、最近ニコンのカメラ使い始めて本当によくわかるところです。シャッターを切った時のダイレクト感が半端じゃないんですね。シャッターボタンとかの精度もいいですし、これはもうね、キャノンしか使ったことない方、ニコンのカメラぜひ触ってみてください。わかると思います。同じぐらいの世代のカメラで比べると。全然ね、ダイレクト感とは違います。
まあ、今日の動画はね、こんな感じで終わっていきます。いかがだったでしょうか。ちょっと長い動画になってしまいましたがね、このね、比較動画を作るときどうしても長くなっちゃうんだな。それでね、もう最後まで見ていただき本当にありがとうございました。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。高評価のはね、もうポチッと押すだけなんでね。で、コメントの方はね、ちょっと滞ってはおりますが、頑張って返していきますので、ぜひともね、コメント、何か感じたことありましたらお願いします。で、チャンネル登録なんですけどね、前回の動画でドーンと増えましたが、まだね、そんなに、早いペースで増えているっていうわけではありません。あと400人ほどでね、5000名到達ということで、5000名到達しましたら、キャノン A1 をね、1名様にプレゼントする、カメラプレゼント企画やりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、今日は最後まで見ていただき、本当に長い動画で、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまたごきげんよう。さよなら。